黒髪の小雪です。どうも金髪トイです。赤髪のマシューです。あれ時止まった。そんなちょ手抜けるって撮影前言ってましたけど、そこまで手抜かないでもらっていいですか。いや、聞くの楽しみにしてるの毎回。あ、そうなんですね。そうなんです。ありがとうございます。でも今回みんなの考察をいただきマッシュしていたんでしょ。すいません、僕が考えてきてます毎回。はい、ということで、うん、今日も考察考えてきたんですけど、うん、今日の考察はですね、物議を醸すかもしれないんですけど、あ、一部ではちょっとざわざわしてるよ。なんかマッシュ君の考察の人そんなねえだろみたいな。そうね、妄察ちゃうんかみたいな。いや、まあ妄察要素は強めではあるんですけど、まあ、面白いじゃないですか。そめっちゃ面白いし、もうよ、あのないって誰も証明できないからね。いや、そうそうね、うん、はい、そんなわけで今日のテーマなんですけど、うんうん、カイドウ、カイドウ、はい、今ワノ国盛り上がってる中で、うん、ルフィと戦ってますけど、うん、はい、いいやつなんじゃねえかな。いやいや、こら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 、赤髪の人よ、ほんまに。そんなことはないでしょ。カイドウがいいやつやったら、うん、もう報われへんやろ。そう、ちょっとほらコメントでマッシューさんのなんかセットアップがかっこいいとかなんか書かれてる、うんうんうん、お調子乗ってるかな、ちょっと。ほんまに、やりすぎやわ。ボロクソ言われる。いや、違うんですよ。まあ今日もまた根拠を聞いていただいて判断していただきたいなと思うんですけど、はい、ワンピース、ジャンプの最新話、はい、ちょっと僕も今週はさすがに触れざるを得ないなという一コマというかワンシーンがありまして、ほうほうほう、はい、まだちょっと単行本派の方は注意していただきたいんですけど、はい、ゾロ VS キングの中で、うん、キングの過去回想というか、うんうん、ちらっと描かれたじゃないですか。はい、ジャンプ界でもそうですし、のすけさんの深掘り界でも、うん、まあ、触れてたんですけど、はい、まあ、僕もそこではまだ触れてないところに目を向けてちょっとお話しさせていただきたいなと。へえ、そんななんか、はい、それでも触れてないとこあったっけ。いや、ね、ちょっとまだあるんすよ。はい、いや、それがキングがカイドウに対して、お前は世界を変えられるのかと、うんうんうん、俺にしか変えられねえっていうふうに言ってたじゃないですか、はい、そ, でそのセリフ、前の回ではこのセリフ、ロジャーとレイに似てるとか、ね、まあ、言われてたんですけど、うんうん、いや、そのセリフ、その会話、カイドウが俺にしか変えられねえ、うんうん、世界を変えるために海賊として新しい海賊団を結成してキングを仲間に誘ってるってことじゃないですか。ほう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 。でもカイドウって趣味自殺なんですよ。はあはあはあ、確かに。初登場シーンで、うん、空島から飛び降り自殺をして、うん、趣味自殺、うん、で、その物語の中で、うん、死は人の完成だとか、はい、言われてるじゃないですか、うん、死のうとしてる。なのにビッグマムと同盟を組んで、はい、ワンピースを取りに行こうとしてたりとか、なんかこのキングとの会話の中では世界を変えようとしてるとか、矛盾してね。そうだね、言動不一致なこのおっさんね。そうなんですよ、はい、ただそうなった原因っていうのがあるんじゃないかなと。何、はい、思ってまして、うん、はい、その原因っていうのがやっぱおでんが関わってくると思ってるんですよ。だから今日おでんの哀悼来てるんですか。いや、これね、タイトルだけ単行本の方ちょっと注意していただきたいんですけど、もう遅ない、えずっとね、開始からもう遅いよ。いや、これちょっと山とかね、扉へリクエストで、うん、こう描かれた初めてのイラストなんで、なるほど、じゃあ、はい、あのおでんの哀悼はどうこれどうでもいいです、はい、これどうでもいいです。こっちこっちっす。あ、かわいいですね、これね。あ、はい、この声になってて早く届いて嬉しいです、僕も。はい、まあまあちょっとこれはまあ、関係ないですけど、はいはい、ね、まあ、その、まあ、カイドウの目的として、まあ、世界を変えるために海賊団を結成していると。で、なのに自殺をしようとしてて、まあ、死は人の完成だとか言って後ろひげのジジイはうまくやったよみたいな、うん、死のうとしてる、この矛盾はどういうことなのか、はい、教えてほしい、はい、これは世界を変えようとして動いてたけども、うん、絶望した結果半ば諦めてるんじゃないかなと。え、この世界に諦めちゃった、諦めた、諦めかけたっていうところで、趣味自殺、自分がうまく死ぬ理由、死ぬための方法っていうのを探ってると。で、それはそのロジャーも白ひげもうまく死んだキャラクターとしてその名前を挙げてるんですけど、まあ、例えばロジャーだったら自分の死と引き換えに大海賊時代っていうのを生み出したわけじゃないですか。はいね、こうやって、まあ、死んではいますけど、一つ大きな世界を作り上げた重要な人物というか、死んだことが誉れになるような感じになるわけじゃないですか、うん、で白ひげもそのワンピースは実在するっていう言葉を残して死んでるんですよね、うん、それでまあ一つ大海賊時代がこう停滞してた中に一つ情報をまた大きく吹き込んで盛り上げてるわけじゃないですか、うん、それをカイドウは目指してるからこそ死を自殺としてうまい死に方、人の完成っていう死に向かって今動いてるんじゃないかなと思うんですよ、うん、なるほど、なるほどね、はい、うん、
本当はずっと世界を変えるために、まあ、ロックス海賊団にいたと。ロックスの野望っていうのは世界の王になること、うんうんうん、でカイドウっていうのは海賊見習いとしてロックス海賊団にいたんですよね。はい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 、はい、この海賊見習いっていうのも実は重要で、うん、その見習いとして入ってるってことは、うん、まあおそらく初めて仲間になった海賊団だと思うんですよ。なるほど、はい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 、そこでまあ一人前というか独立できるような存在になったから、うん、まあ、新しい海賊団を結成しようとして、うん、まあ、キングを仲間に引き入れてる、うんうんうん、でこれってその船長の思想とか意思っていうのを大きく受け継ぐことになるんじゃないかな、うん、あーなるほどなるほど、はい、なんで、ロックスの野望であった世界の王、はい、まあ、世界の王っていうのが世界を支配することなのか、うん、自分の好きな世界に作り上げる変えることなのかわかんないですけど、うんうん、その世界をどうにかするっていうテーマがカイドウにも受け継がれてると。はいはい、うん、で同じくそのロジャー海賊団の見習いだったバギーとシャンクスの2人も、うん、シャンクスっていうのはもうずっとロジャー船長大好きで、まあ、バギーもロジャー船長のことは好きなわけじゃないですか。そうですね。でその海賊としての生き方っていうのをそれぞれの受け取り方で、うん、なんかバギーとシャンクスって受け取ってると思うんですよ。確かに確かに確かにそれはあるよね。だってタイの海賊団ってみんなちょっとずれてたりすることもあるし、はい、まあ、それがなんかあの海賊のっぽさで好き好きだけどな、うん、そうなんですよね、うん、で、まあ、そっから独立して世界を変えるために動いてたけど、おでんの死に様とか、うん、それも一種の完成だなと思ってるんじゃないかなと、うん、おでんの死に様って、うん、まあ、その赤鞘国男を釜茹での刑から守ったわけじゃないですか。一人だけ、一、うんうん、人でずっと使ってその中助けた後にこう我が国を開国しろっていう風な意思をこう与えて、うん、侍たち我が国の、まあ、民衆も含めなんですけど、うんうん、世界を変えてるわけじゃないですか、うん、そうね。だ共通してるポイントとしては死に際に何か世界を大きく動かしてるっていうのが一つ共通点としてあるなと、うん、なるほど。でカイドウっていうのはそこを目指してるんじゃないかなと。なるほどね。もうだから死のうとしてる。なるほど、はい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 、はい、だからずっとその自殺なのに、まあ、さっさと海入れよとか、うん、コメントとか書かれてたりするじゃん。これはねずっとみんな言ってたし、もうそれも俺もそう思ってたもんね。そうですね、うん、はい、魚の身だから、はいはいはい、だから水の中入っても意味なかったんだ、うん、ガッテンみたいになってたけどそもそも、はい、もう一個悪魔の食えやってなっちゃうから。まあまあそうですね。確かにそれはそれでね。そう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 、まあ、だから人知れず死んだんじゃ意味ないってことですね。そうです。なるほど。受け継がれる意思っていうテーマがここに出てくるんだよ多分ね。そうですね。うん、なるほど、はい、だからこれはもう一見矛盾してるような、死にたいって言ってるのに世界を変えたいとか、うん、まあ、どういうことなのっていうことじゃなくて、ここは実は一個のテーマなんですよ。カイドウにとって。なるほど、深い。そう、これは、ね、その最新号を読んで、はい、実はそうなんじゃないかなっていう、うん、まあ、一個気づけたポイントではあるんですよね。おお、ビビッときた、はい、そうなんですよ、うん、ビビッと思いついた考察なんですけど、うんうんうん、でこれがその中で、ルフィとかにも、うん、お前もジョイボーイになれなかったかとか、うんうん、こうルフィのことを、まあ、気にかけてるじゃないですけど、うんうん、まあ、歴史を知ってるようなセリフでもありますし、で光月の生き残りに聞きてることがこの20年の間にできたみたいな、うん、まあ、謎のセリフも残してるわけじゃないですか。そう、分かってない。であれもその後のセリフではあるんですけど、オロチとの会話の中で、うんうん、もうおでんが信頼してた侍赤鞘国男たちにラフテルの情報とか教えてないから、うんうん、その赤鞘国男は殺してもいい存在としてカイドウの中で認識されてるんですよ、ね、うん、なるほどね。っていうところが、まあ、光月の生き残りだから直接聞きたいことに繋がってるんじゃないかなと、うん、あ, るほど。あれも謎やもんな、はい、そうなんですよ、まだ回収されてなくて、うんうん、ジョイボーイに関することとか、うん、ラフテルに関することで、うん、まあ、古代兵器の情報とかも握ってそうじゃないですか。うん、世界を取るためには古代兵器が必要だっていう、そう思ってるんで、うん、カイドウってそのロックスの元にいたからもちろんなんですけど、世界政府で捕まって研究されてたわけじゃないですか、うん、だから研究されてたにしろ、ルナーリア族のことももともと知ってたような言い方でキングに話しかけてたじゃないですか、はい、だから世界の歴史に関して結構結構知ってる存在だと思うんですよ、うん、貴重よ。なるほど、はい、もう一個その今週のジャンプと合わせて、はい、その前日19日にジャンプフェスタありましたけど、ありましたよ、小田さんの手紙、うん、毎年楽しみなやつ、はいはいはい、小垣さんもおっしゃってましたけど、うんうん、ちょっとなんか残念な内容だったというか、うん、もうちょい原作のねこれまでの手紙ぐらいの情報量欲しかったなっていうのを、うん、あ、僕も思ったんですよ。はいはいはい、はい、ただその中でもルフィに注目してください、うん、っていうこのセリフあるじゃないですか、うんうんうん、これって、まあ、学面通り受け取ればもちろんルフィの新形態が描かれるのかとか、うん、ゴムゴムの実の秘密が描かれるのかとか、いやそうよ、思われると思うんですけど、うん、僕はこの小田さんの手紙のそのセリフの中にルフィと戦ってるカイドウにも注目するべきなんじゃないかなって思ったんですよ、うんうんうん、
はい、ルフィが描かれるってことは戦ってるカイドウももちろん描かれるわけじゃないですか。まあもちろんね。その中でルフィのことだけじゃなくて、まあ、カイドウの階層っていうのも今回のキングの階層みたいな感じで描かれるはずなんですよね、うんうん、なるほど、はい、このカイドウの掘り下げっていうのは必ず、まあ、来年やってくると、うん、はい、それにプラスで戸田さんが描きたい和の国のラストシーンっていうのも早く描きたいって言ってた。気になりますね。そうなんだよね。なんか、はい、和の国始まるまでも和の国描きたいってずっと言ってて、はい、和の国入ってからは和の国の最後は描きたいってなった。そうなんですよ。でその前はその打ち入りのねところめっちゃ描きたいって言ってはったから、うんうん、そうですね。最後って多分一番多分それが凝縮されてるシーンだと思うんで、うん、はい、多分すごいんだろうな。いやそうっすね。マジで、はい、すごすぎて何も描けんかったよな情報として今回は本当に多分それを楽しみにしてくださいっていうことだと思うんですよ、うんうん、確かにな、はい、これまでのショーのラストシーンでいうと、まあ、例えばドラム島 のチョッパーの非ルルクの桜だったりとか、うん、アラバストの その左腕の仲間の印とか、はいはいはい、まあ、空島のルフィ の あの影とか、うんうん、がそのラストシーンに当たるんじゃないかなと思うんですけど、もう感動&涙のすごいやつ、いや、そうですね、鳥肌がやばいシーンだと思うんですけど、うんうん、僕がちょっと一個、まあ、予想というかこれになるんじゃねえかなっていうのがカイドウの自殺シーンになるんじゃないかな。ちょっと衝撃的すぎるわ。え、はい、どうやって自殺するんですか。これ、まあ、カイドウって、はい、さっきも言ったように世界を大きく動かして死にたいっていうところじゃないですか、うんうんうん、でさっきルフィにそのお前もジョイボーイにはなれなかったかっていうふうに一回絶望したシーンがあると思うんですけど、うんうん、カイドウがルフィのことをその世界を、まあ、変える存在、ジョイボーイになれる存在だと思ってしまえば、うんうん、そのカイドウっていうのは自分がルフィを変えた、ひいてはそのワノ国が自分が死ねば開国するわけじゃないですか。あ、それによって世界って大きく変わるんですよ。なるほど。だから死ぬことに意味ができてくるんじゃないかなと。ああ、わしが育てたってことですね。まあまあまあちょっといいかな。ようやくすると。ようやくするとそうなんですよ。はい。でそれだけじゃなくてルフィ以外にもその影響っていうのはあって、桃之助。はいはいはい。桃之助っていうのはカイドウが一回おでんの城で殺そうとしたわけじゃないですか。うん、名前を聞いて、うんうん。でもそこでは失望して殺さなかった。まあ、確かに。城と共に燃えて死ねと言ってましたけど、結果生きてるわけじゃないですか。そうですね。で名前をもう一回その現代で聞いた時、取り付けにした時にも過去の桃之助への失望が解けたとは思ってないんですよ、うんうん、なるほど。まだなんかあそこでは回収しきれてないと思うんですよね、うんうん、なるほどね、うんうん、でその後総龍図で桃之助とカイドウが対峙したシーン描かれたじゃないですか。でこの世に龍は2匹いらねえんだよと、うんうんうん、カイドウが桃之助のことを立派な侍、自分に代わる新しい龍として認めれば、うんうん、この世に龍は2匹いらねえんだよっていうセリフが自分に返ってくる、うん、なるほど。めっちゃおもろいな。はい、あ、わしの血統印象上げたんだよってこと。いや、まあ、結果的にはそうなんですけど、いやいや、なんかあの、はい、美学よな。そうなんですよ、それって。え、めっちゃ面白いな、はい、いや、で、それを広めるためにも世界政府の船がやってきてるってことですか。いや、もうそれはもうフラグとして描かれてるんじゃないですか。もうすぐに多分広げられると思う。どうやって自殺すんのと思うけどね。いや、これはもう方法とかじゃなくて単純に刀で自分の心臓を一突きにしてほしいです。もう武士っぽい感じだ。はい、なるほど。ほんと切腹じゃないですけど、はいはいはい、それはもう我が国のラストシーンというかその決着の仕方として一個美しいんじゃないかと。なるほど。でそれの、まあ、根拠じゃないんですけど、一回その兵庫郎親分が切腹仕掛けた。おー、仕掛けた仕掛けた、うんうんうん、で僕あそこ和の国のずっと織田さんが書きたがってた武士の美学とかで、うん、やっぱ侍って潔いものじゃないですか。そうね。であのシーンでちょっと死ななかった時に、うん、あ、結局死なないんだ、うん、正直思ったんですよ。まあ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 、助かるんかいと、まあね、死んだらめちゃくちゃかっこいいのになと思ってたんですけど、うんうん、それはカイドウのためにその切腹シーンは撮ってるんじゃないかなとか。なるほど。カイドウ自分で死ぬん。そうです。マジかよ。その趣味自殺っていう最初の情報がそこで回収されるんじゃないかなと、うん、なるほど。だからあれか、ゾロも和の国編の最初切腹シーンから始まったのかな。切腹に始まり切腹で終わるの。確かにな。そうなんですよ。ボスがだって切腹する、はい、誰も思ってないもんな。いや、もうルフィが倒すって思ってると思うんですよ、うん、だからある種最強のまま勝ち逃げするってことよね、はい、まあそうですね。うん、まさにトグロよ。声も同じやし、はい、確かに。はい、でももう一人カイドウっていうのはヤマトのことを認めてるというか、お前はワノ国の守り神として、うんうんうん、まあ、新将軍として据えようとしてる。そうね。バカ息子とかその手錠につなぎつつとか、まあ、言いつつも自分の息子娘として大事に育ててるわけじゃないですか、うん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 、でそのヤマトが自分に対抗できるぐらいの力を身につけたっていう風なのが証明されれば、うんうん、そこに関してもカイドウは意志が継がれたっていう風にこう認識していいんじゃないかなと、うん、はあ、なるほど。
はい、まあ、雷鳴八景もそうですけど、まあ、同じような技を使ってて、ブルティがお前のなんか雷鳴四景だみたいなことは言ってましたけど、本物の雷鳴八景をこう最後身につけて、うん、それが描かれればワノ国のラストシーンカイドウの切腹に、まあ、繋がるんじゃないかな、うん、なるほどね、はい、じゃもう切腹しながら最後はお前の最後の技いい雷鳴八景だったぜ、まあ、解釈してくれればめちゃくちゃいいじゃん、認める感じで、なるほど、そういう感じでね、まあ、綺麗に終わるんじゃないかって思うんですけど、いい、はい、かっこいい、かっこいい、かっこいい、ということで、そのカイドウっていうのは本当の四皇として悪役として描かれるんじゃなくて、うん、その世界を変えようとしてた一人の存在だったけど意思を受け継いで敵として死ぬんですけど、いいやつになって終わるんじゃないか、なるほどな、だからあれかうまくやったよ白木のジジイはって言ってたんか、はい、あーまあそうね、次に繋げたもんね、そうなんですよ、なるほどな、そういう死に方をずっと探ってて、一回ルフィがやられてジョイボーイにはなれなかったから失望するんですけど、うん、戻ってきて今戦ってて、やっぱりこいつなら大丈夫だってなった時に最後認めるんじゃないか、うん、お前がジョイボーイだみたいな、そうですね、お前がジョイボーイだはということで、はい、まあ、今日はちょっとそのカイドウとキングのシーンから、まあ、カイドウの最後っていうのを考察してちょっと持ってきたんですけど、面白い、だって、はい、カイドウのラストを予想してる人、まあ、結構いると思うけど、はい、あ、初めて聞いたと思ったんですよ、そうですね、ね、もう自殺する、しかも切腹するってすごいね、確かにね、いやすげえ目的達成やな、ほんまやな、いやそれめっちゃ綺麗に回収していくよな、すごいわそれは、ね、どっからこれいただき回収してきたのか、いやいや、本当にしてちょ結構頑張ってるっす僕も、はい、考えてね、最近 TikTok で見たで俺、なんすかコメントとか、はい、あの声真似してるやん、はいはい、アニメのやつ流してるだけやろっていうコメントいやあれめちゃくちゃ褒め言葉じゃないですか、プチバズりされてるからね、いやそうなんですよ、ちょっとずつフォロワーも1000人突破したんで、ね、そこからまた混ぜてほしいなと、東堂くんとは違うぞってところちゃんとね、ちょっとあんまりね、うん、そう敵対心は燃やしてないんですけど、仲良くね考察していきたいなと思うんですけど、はいはい、何でそれ東堂さんに食べ出すんですか、気に入ってるんですか、いやもう可愛い後輩なんでそうですね、ちょっと名前でも出しとこう、はい、まあ、ちょっとね、はい、一緒に、まあ、面白い考察されてるんで、はい、僕も頑張っていこうかなと、はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、はい、というわけで今回のゲスト、マッシュくんはマッシュチャンネルもやってますので、ぜひね概要欄にありますのでフォローしに行ってあげてください、それでは See you, bye! ありがとうございましゅー、夢の中でさえ未来は見えないの、心地よいメロディーで眠ってるのに、僕はロニレス、いやそうじゃない、間違って